ございます。今日はですね、お友達 YouTuber さんの、はい、こちら頑張れ銀太釣り名人猫チャンネルさん、まあ、僕ら通常銀太さんって呼んでるんですけど、銀太さんからですね、お届け物がありまして、こちらのね紹介をちょっとしたいなと思っておりますね。ダイヤ君、それどころじゃないようですが、もうチュール大好きなんでね、もう目がないのでもう気になってしょうがないような感じなんですけど、まあ、早速ですね、はい、こちらチャオチュール、これダイヤとアリスにね送ってくださいました。贅沢サーモンやね、贅沢サーモン。早速もう気になって、しゃあない、分かるんやろね、このパッチュールですよね、みたいな感じね、こちらのね名古屋コーチン、微妙に味が違うね、贅沢サーモン、ありがとうございます。やったね、ダイヤくん。これね、送ってくださった経緯っていうのがですね、もう順番ちょっと前後しますけど、以前にライブ配信した時にポロッとね、僕は食べ物のことでチョコレートが好きになったっていう、まあ、くだりがありまして、以前はね大嫌いだったんですけど、まあちょっと病気のね治療の副作用でチョコレートだけすっごい好きになってしまったんですよっていう話をポロッとしたんですよ。でそれを覚えてくださってて、美味しいチョコレートが目の前にあるじゃないかっていうことで外出された時にそれを、ね、覚えてくださってて、そうなんです、でこれはと思ってということで送ってくださいました。でアリスとダイヤにまでね一緒にねおやつもいただきまして、でねこれかわいいんですよ、このステッカーもね送ってくださいまして、かわいい釣り名人さん釣りしてる、そう、釣り名人って名前ついてますけど、ね、猫チャンネルなんですよ、うん、でね、たくさん猫、ね、いらっしゃるんで可愛いんですよ。でちなみに僕のね、おすすめポポラ姉さん、主役は銀太くんなんですけど、銀太くんももちろん可愛いんですよ、可愛いんですけど、僕のおすすめはね ポポラ姉さんね、ぜひね見ていただけたらなと思います、ね、心折れる前に連れてくれるね面白いなと思って、釣り名人の目が迷うっていうね、そうそうそうね。そして髪この湯あたりもセンスを感じるなと思いつつね、もういいステッカーだなと思って、これ嬉しいですね、釣りしてるキャップかぶってる、かわいい、はい、まあね、あと概要欄の方にね銀太さんのチャンネルの URL 貼らせていただきますんで、またよかったらそちらの方からねぜひ覗いていただけたらなと思います。で先ほどの続きになりますけど、東洋菓子ジュバンセルっていうお店なのかな、こちらのねお菓子です。開けてみますね。お願いします。ラッパーですか？チョコレート詰め合わせ。ちょっと開けてみましょうか。うん、はい、こんな感じです。わあ、すごい。美味しそう。金が。これ言っていいのかな？キラキラしてる。京都の方なんでね、京都の宇治といえば。ま、ということで抹茶がねいくつか散りばめられております、宇治抹茶を使ったチョコレートねって書いてますね、これちょっと小さい説明書きちょっと見づらい、小さいってね、分かりづらいかな、わーすごい、ね、見えづらいですけどね、こんなチョコレート、うん、美味しそう、金粉ついてる、すごいね、すごいゴージャスで、続きまして、ありがとうございます。こんな感じです。はい、どーん。かわいいね。すごいかわいい。味がするか。抹茶にぴったりなんだろうけど、コーヒーにも合いそうね。うん、ね、美味しそう。ありがとうございます。で、続きましてこちらですね。お茶。お茶ですね。お茶。わー、玉露ポットパックって書いてある。ね、そのままじゃん。まあ富士といえばっていうところで、さっきのこの雪まろげとこれなんか相性良さそうですね、これちょっと一緒にいただきたいですね、そうですね、ね、はい、でせっかくなんで、この美味しいお茶とですね、先ほどのチョコレートとお菓子をねいただいてみようかなと思います、お茶じゃ入れていきましょうか、入れてみて、そのままでいいのかな、うん、
白やから綺麗にいっぱいいると思うんですけど、どうかな。いただきます。あ、美味しい。うん、なんかね、やっぱお上品な、うん、クリアな感じ、無駄なものがない、言わずもがね、うん、美味しい。あ、お茶すごく美味しいね、うん、美味しい。じゃあ、うん、雪マロがですっけ、うん、いただきます。どうです、なんかふわっとなくなる感じ、うん、全部ふわっとしてる感じね、うん、お抹茶立てたい。うん、抹茶に合うだろうね、うん、めちゃくちゃ美味しい、うん、まあ、こんな美味しいお茶飲んだことないもん、うん、美味しい、ありがとうございます。ねえ、本当ありがとうございます、うん、じゃあチョコもいただいてみましょうかね、うん、せっかくなんで抹茶からいきます、うん、抹茶の香りがね、すごく心地いいです、うん、美味しい。こうじわっと、うん、時間が経てば経つほどこう香りがどんどん強くなっていくね、うん、めちゃめちゃ美味しい、うんうん、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、まあ、また引き続きいただきます。はい、またね、うん、ゆっくりと、はい、いただきますので、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日はそのね、ご紹介させていただきたいなと思いましてね、動画を撮ることにしましたね、うん、はい、ということでリンダさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました、ね、またこんな私たちですがね、今後ともまたよろしくお願いいたしますね。また、はい、あのライブ配信にね、あのお越しいただいた時には、うん、楽しいね、あのお話をして、あの楽しい時間をね、あの共有できたらなと思います、うん、はい、一応ね、今日はそんな感じで動画を撮らせていただきますね、はい、ということでどうもありがとうございました。ありがとうございました。